はい、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の第2日目、やってまいりたいと思います。よろしくお願いします。昨日の夜にですね、この YouTube アップ初めてしたんですけれども、2本動画上げさせていただいて、もうすでに1000回以上再生していただいているということで、ありがとうございます。なんかコメントとかは YouTube にはですね、入れられない設定になってるみたいなので、なんかご要望とかあったらですね、Twitter とかに書いていただければ、私も見させていただいておりますので、そのご要望を受けながらですね、やっていきたいなと思います。46日間本当に毎日撮ってるので、こういうのって大抵、ため撮りしてそれをこう分散したりとかするじゃないですか。そうじゃないんですよ。ガチで、毎日、毎朝、撮ってですね、お送りさせていただきたいと思います。7月2日、今日の東京の天気はめちゃくちゃ気持ちがいい、晴れてますね。昨日は、とは打って変わっていい天気です。というところでございますけれども、じゃあね、第2条やっていきたいと思います。第1条とか遠隔のところで、まず行政手続き法っていうのは4種類限定でですね、定めているんですよ。処分と行政指導と届け出と命令等を定める手続きのこの4つに限定してですね、手続きルールを定めているんだということをお話しさせていただいたかと思います。で、第2条は定義で、普通ね、2条とか3条とか4条、そこから読み始めちゃうと寝ちゃうというか、まあ、あんま面白くないですよね。適用除外とかですね。定義とかですね。いきなり最初に読んでも、っていう感じがすると思うんで、なので、できれば少しこう学習が進められた状態で、まあ一通り行政手続きを勉強したぞっていう方がですね、この2条の定義なんか、この動画を見ていただくと、今から割と細かめに説明しますんで、ああ、なるほど、なるほどっていう風になりやすいところかなという風に思います。初めて勉強するのにこの2条の定義をですね、いきなり喋られると、っていう感じがするかもわかりませんので、まずはちょっとその点ご理解いただければなという風に思います。では、2条の定義、1個ずつ見て参りましょう。ちょっとね、細かめにお話ししていきますよ。ただ、私、読み上げるってことは基本的にしませんので、なので、皆さんね、条文見ながらまず最初聞いていただいて、で、その後にポイントを確認するという意味で、音声だけでですね、聞く。文字面を見ないでですね、音だけで聞いて理解をできているという状況は、非常にこう、もう問題が解けたりとかする状況に近いと思いますから、ぜひ、そんな風に、1回目は条文を見ながら聞いていただいて、で、その次はですね、もう条文を見ないでですね、音声だけで聞いていただく、そんな風にしていただくといいんじゃないかと思います。第1号から見てまいります。法令という定義が出てきますね。まずはですね、この定義なんですけれども、そもそもですね、先ほど言った4種類、処分、行政指導、届け出、命令等を定める手続き、これについての定義が書かれているだろうなという予測を持っておいてください。で、それ以外にもですね、必要な定義というのが出てきているので、それプラスアルファ、ね、4種類のもの、プラスアルファのことが出てくるんだ、ぐらいにですね、押さえていただくと分かりやすいかもしれませんね。第1号、法令ですけれども、法令というのは法律プラス命令のことなんですね。法律と命令というのは政令とか省令とか皆さんが行政立法とかで勉強するやつなんですね。法律とか政令省令、こういうのを法令というわけなんですが、一つ、重要な点が、条例がここに含まれるかどうかというのは、各法令という定義によるということになります。今回はですね、条例を含むというふうにしておりますので、まずここで押さえておきたいのは、行政手続き法でいうところの法令というのは、条例や条例のその規則、条例やですね、その執行機関の地方、公共団体の執行機関の規則なんかも含むんだということをですね、押さえていただければなというふうに思います。ただ、ちょっと難しいのが、明日またやりますけど、適用除外っていうところで、一番頻繁にですね、問われたりとかする3条3項っていうのがあるんですが、3条3項は、地方公共団体がやるですね、処分とか行政指導とか届け出に関するですね、適用除外の規定が出てきたりとかするんですよ。それと合わせてですね、最終的には見るといいかもしれないですね。この条例というのを含むんだけれども、3条3項で適用除外というのが出てくるから、ちょっとそれの兼ね合いでもう一回見なければいけない。そのぐらいに抑えておきたいと思います。はい。次行きましょう。第2号です。処分という定義が出てきます。処分という定義について、本当に真剣に考えていくのはですね、おそらく行政事件訴訟法、これで勉強するとですね、処分性なんていうのが出てきて、処分に該当するか否か、処分としての性質って何なんだろうかって、そこで初めて結構真剣に考えるんですね。行政事件訴訟法でも処分という概念が出てきます。当然行政不服審査法においても処分という概念が出てきます。そして手続き法においても処分という定義が出てくるわけです。この3つというのは、それぞれ法律によって処分の概念が違うのかなんていう、そういう論点があったりとかするんですが、これは違いません。基本的に一緒です。手続き法も不服審査法も事件訴訟法も、処分の概念は一緒。これを覚えておいていただければ、それだけで OK です。はい、では第3号いきたいと思いますが、この申請というのは、そうですね、私の事務所でも毎日のようにこう申請してますから、横の部屋でですね、今カタカタと、うちのスタッフも申請行為を行っています。法令に基づきやるんですね。営業許可申請なんかに関しては、飲食店の営業許可申請、これは食品衛生法に基づいてやりますし、例えばドローンの無人航空機の許可なんかについては、航空法に基づいて行ったりとかしています。このように、行政庁が法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許、その他の事項に対し何らかの利益を付与する処分ということで、自分に対して何かしらですね、メリットを得るような、そういったものを求めるような、ものに関しては、別に許可と呼ぼうが、認可と呼ぼうが、免許と呼ぼうがですね、名前は別に何だって関係ないと。で、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべき、応答をすることが義務になっている。法令上応答することが義務になっている。こういうものに関して申請というふうに呼ぶんだということになります。この定義も比較的重要になってきますから、ポイントだけね、法令に基づきっていうところと、あとは諾否の応答をすべきこととされている、こういったところを押さえておいていただければ結構です。そして第4号になりますが、不利益処分、これは大事です。不利益処分ということになりますが、これはですね、イメージとしては現状よりもマイナスになるような、行為ですね。これを、不利益処分という言い方をしていきます。よく聞かれるのが、不許可処分、拒否処分との違いなんですよ。不許可処分もなんか自分にダメージがあるような気がしているんですけれども、そもそも営業をしていない状態でね、0時点で、それでもって許可申請して、許可が出ればプラス1。許可がもし出なかったとしても、現状のまんまだから、0のまんまっていう形ですよね。だけれども、今現在まさに営業している状態で、営業許可の取り消し処分とか、撤回という言い方の方が、この場合は正しいかもしれないですけど、営業許可の撤回とかですね、あるいは停止処分、建物の除却命令とかですね、宗教法人の解散命令とか、こういうのが出たりとかしますと、そうすると、現状よりもマイナスになりますよね。こういうのを不利益処分というふうに言います。今、宗教法人法に基づく解散命令決定なんて言いましたけれども、これはあくまで宗教法人法に則ってやるので、1条の2項に照らして言えばですね、この行政手続き法は使わないということにはなりますけれども、今ね、不利益処分の具体例ということで申し上げました。不利益処分というのは、行政庁が法令に基づき特定のものを名当て人として、法人か自然人かというのは別に問いませんが、基本的に処分通知、営業許可の取り消し処分とかのその通知書に名前書いてありますよね。例えば飲食店のオーナーさんに対しての営業許可の取り消し処分とか営業停止処分であれば、飲食店の個人事業主の名前がそこに書かれているので、この人のことを名当て人と呼んでます。あるいは、法人で営業許可取ってるような場合っていうのは、法人名になりますよ。法人に対して処分が出るという形になるので、法人が名当て人ということになってきます。直接にこれを義務を課し、または権利を制限する処分を言うんだということで、すごく細かいんだけれども、不利益処分に、不利益処分の定義があって、不利益処分に該当しないパターンというのが、いろはにというのが出てきます。もう本当に簡単にだけ。あんまりですね、聞かれないかもしれないんですけども、今回は細かく見ておきます。イ・ロハニイのところで事実上うんちゃらって書いてあるんですけれども、具体例だけ押さえておいていただければいいかなというふうに思いますんで、具体例だけ申し上げます。行政代執行法に基づく代執行。これはですね、一旦義務を課して、行政代執行法上、一旦義務を課して、その義務をですね、代わりに執行するっていうだけなので、不利益処分には該当しない。あるいは、行政代執行法の中でやる戒告とかですね、即時強制とかですね、あるいは土地収用法に基づいて行う行政調査とかですね、こういったものについては不利益処分に該当しない。今つらつら言いましたけれども、結構難しいこと言ってます。この不利益処分に該当しない。まあ、行政代執行の話だけでも押さえておいていただくといいんじゃないかなと思います。で、ロのところになりますけれども、ロ、これは何かということになりますが、これはですね、先ほどやりました、申請に、申請をして不許可処分が出る。これはですね、不許可処分は申請に基づく処分で不利益処分とは別の話。現状よりもマイナスになるようなものを不利益処分と呼ぶんだ。だから拒否処分とか許可処分に関しては、これは現状よりマイナスになるような行為ではないので、なので不利益処分には該当しないということになります。は、に。これもですね、まあ、かなりマニアックなんですけれども、まあ、同意のもとにですね、行う処分というのが、まあ、例えば文化財保護法とかに規定が置かれていて、これも、まあ、同意のもとにやるので、不利益処分とは言わないというのが、あるぞぐらいでいいです。で、2のところなんですけれども、これもですね、届け出を原因として処分の効力を失わせるようなもの、届け出を原因として処分の効力を失わせるようなものというのがありますけれども、まあ、具体例としては、これは土地収用法の30条2項ですかね。土地収用法の30条2項に置かれるようなものがありますけれども、こんなものがですね、不利益処分に該当しないものとして定義づけられているんだということを押さえておいていただければ十分です。午後です。行政機関の定義になりますが、行政機関の定義を見るときっていうのはポイントがありまして、一つ、これだけ押さえましょう。地方公共団体が含まれるか否か、これだけで結構です。地方公共団体がこの行政機関に含まれるかどうかっていうのは法律によって違うんです。例えば、そうですね、行政機関情報公開法、情報公開法っていう法律の行政機関という定義なんですけれども、ここにはですね、地方公共団体というのは含まれないんですね。じゃあ地方公共団体に対しての情報公開どうするのっていうと、地方公共団体はそれぞれですね、条例で、情報公開条例なんかを持っていますから、それに従ってやるなんていうことになっていきます。行政手続き法に関しては、実は、地方公共団体の、やることって、ほとんどやっぱり条例に基づいて我々、行政手続き条例に基づいてですね、見たりとかするわけなんですけれども、ただ、ここで言うところの行政機関には入っているというところは要注意です。入っているんだけれども、3条の3項で適用除外になっているから、その関係で見ていかないといけないということになります。で、第6号になりますが、行政指導です。行政指導のところでまたお話しできればなというふうに思いますが、行政機関がまあ自分の任務、自分の仕事の範囲内でするアドバイス的なもの、指導、勧告、助言、いろんな言い方がありますが、もうアドバイスという一言で表していいと思います。アドバイス的なものであって、それが、この、まあ、国民に対してのその権利義務に直接左右しない、直接何かそういった権利義務を決定するような行為ではない、いわゆる処分ではないというのが行政指導であるというのがここには書かれています。第7号を届け出になります。第7号の届け出というのは、例えばですけれども、オウム真理教の信者の方が転入届をある市に出したんですね。引っ越しして転入届を出したら、そこの市は受け入れないということで、不受理をすると。不受理をするという、まあ、ことをやったわけです。行政は昔からそういう不受理の慣行なんかがあるわけなんですが、法的な根拠が全くないわけなんですね。届け出というのは一定のですね、通知をする行為であって、そしてその通知をしたら、それでもって完了する行為を言うわけなんですよ。ですので、まあ、不受理とかの概念を潰すというのが、この第7号の規定であったり、あとは37条でまた見ていくということになります。そして命令等を定める手続き、パブリックコメント手続きというのがあるというお話はしましたが、この命令等というのは、要するに何に対してパブリックコメントを求めるかということなんですが、命令等っていうのは、基本的に行政立法でやったところのですね、委任命令を思い浮かべていただければ結構です。政令とか省令とかね。これが、8号の委に出てきてるところだと思ってください。委任命令の話をしてるんだというふうに思ってください。で、委任命令だけじゃなくて、やっぱり国民にですね、非常にこう関わりがある、直接的に関わりがある、審査基準とか処分基準、あるいは複数のものに対して行政指導をするときの一つの指針、行政指導指針、こういったものを定めるにあたっても、国民から広く意見を伺った方がいいだろう、意見公募手続きやった方がいいだろうということで、命令等のこのなどのところには、審査基準、処分基準、行政指導指針というのが含まれることになったということになります。はい、ということで結構大変でしたね。今回の2条の定義のところについて説明をさせていただきました。また明日も頑張っていきましょう。